おぬるどチャンネル月です。今日は桜を見に桜祭りに来てます。大濠公園のところです。結構夕方の時間に来たんですけど、桜と夕焼けとご飯を楽しめたので、その Vlog をお届けします。今年は開花が遅れたのでまだかなと思ってたんですけど、意外に咲いてました。今日は友人と来ています。もう夕方ってことで、もうお腹はペコペコなので、一目散にグルメ街のところに来ました。お酒はサントリーのお酒がたくさんあるようです。6時半ぐらいに来て、この綺麗さでした。まずは唐揚げを食べます。金賞唐揚げが定番ですよね。さすがに山崎一人では飲めないので、後でレモンサワー買います。唐揚げは塩をよく食べるんですけど、私は友達がタレも食べたいってことで、どっちも一つずつ買いました。目の前でちょうど出来上がりを待ってたので、本当に出来たてのがゲットできてラッキーでした。で、飲み物はプラス100円でネガにできたので、そっちにしました。はい、乾杯。唐揚げ食べてるとこ撮られてた。今日はピンクと緑で桜コーデです。薄着だったので、やっぱり寒くてあったかいもの求めてもつちゃんぽんを頼みました。結構出店であるのは珍しいと思う。グルメエリアからの福岡城のライトアップも見れて、まあ、すっかり真っ暗になりました。ところどころライトとかあって、奥の方には夜桜もあります。みんなでうろちょろ移動しながら食べ物を探してます。次は箸巻き屋さんに来まして、私多分初めて食べたんですけど、炙りチーズにしました。めちゃめちゃもちもちの箸巻きでした。美味しかったです。ここは夜桜でライトアップが綺麗ですね。で、こっちもまた出店がありまして、私は小籠包が気になったのでそれを1つ買いまして、5つでポン酢で600円でした。あっという間にラストオーダーの時間が近づいてきたので、最後にコーヒーを買いまして、グルメは終了です。結構いろいろあって、このレモネードが私的には気になったんですけど、もういろいろ食べ飲んだので我慢です。最後にライトアップを見ようってなって、この天守閣の方に歩いていったら、ちょっと桜が綺麗だったり、結構天守閣はネオンなライトアップでした。数時間だったけど結構楽しめました。桜祭りは7日までなので、みんな行ってみてください。ありがとうございます。